皆さんこんにちは、面会ガールズのみさきとマリアでーす。今回はマリアにギャルメイクをしていきたいと思います。イエーイ。なんとね、つけまつげ用意してるので、うん、初デビューということだよね。うん、初です。それでは早速もう始めていきましょう。目つぶっててください。うん、私恥ずかしいんで。マリアにこうやって塗るの初めて。妹とかにさ、化粧とかする？全然しない。小学生の時に無理やりさせたんだけど、多分それがトラウマでね、やらせてくれないじゃあ初の、すごい、初のつけまをつけていきます。これでだいぶ印象変わるだろうな。失敗してももう一個あるから大丈夫取れちゃいそう。なんか見分けてみて何？開けられてるそれ。いい感じ、いい感じ、生えてるからなんかちょっといつもと違う気がする、これだけでもバッチリ見上げたね。いいと思う。いや、なんかちょっと待って、じゃあちょっと買ってくるからちょっと待ってて。ここで？うん。そこで待ってて。マリアあったよ。わあ。ずっと。はい。手に入れてきました。めっちゃ綺麗に貼れてる。ちょっと待っててね、もうちょっと。いきます。3、2、1。無理が。なんだ。見て。なんか見てるんだけど。じゃあなんかのりがね、すごいくっついてる感じする。できない。あ、できた、できた、できた。開いた。うん。あのね、いいよ。なんかちょっとそれやんなくていいから。どう？はい、それでは完成しました。イエーイなんでだっけ、ずっと笑ってるの。そう、でもつけまつけるとマリアってこうなるんだっていうのが分かって。じゃあ本人に見てもらいたいと思います。はい、まだ見てないからね。そう、いいよ、せーのなんか恐竜みたいな真っ黒。え、確かに。でもさ、ギャルっぽくない？ちょっとは。っぽいよね。うん、皆さんどうでしたか？イエーイ面白かったなっていう方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。